浅井長政は信長が独断で朝倉攻めを決めたことが許せず、織田勢から離反して信長包囲網に加わった。その後信長は包囲網の首謀者たる足利将軍家を追放、ついで朝倉義景も破り、長政に降伏を迫った。しかし長政は敗走してきた義景と合流を果たし、信長に対して徹底抗戦する道を選ぶ。それはただ意地を通すためだけの勝算のない戦のはずだった。織田二条決戦。みんなよくここまで戦い抜いてくれたな。だがどうやらそれもここまでのようだ。長政様、なんでそんな言い方。それじゃまるで勝つことを諦めてるみたいな。ここまで一方的に追い詰められちゃ仕方ねえさ。やっぱり俺が信長を超えるなんてとても。もう本当に呆れた人。なんだと。長政様の信念はそんな簡単に折れるものなの？そんなあっさりと譲れるものなの？長政様の優しさと義勇がこの乱世を終わらせるって、私はそう信じたからここまで一緒に戦ってきたんだよ。だからもっと自分の力を信じて、長政様。少しでも自分を疑ったら全てが水の泡だよ。そうだな。たく、カツを入れられるとは情けねえ。ありがとな、イチ。お前の存在、頼もしい限りだ。よし、みんな、よく聞け。この戦、俺たちが絶対に勝つぞ。俺の戦を見せてやる。長政殿もご一緒にどうです。全軍、ここが正念場だ。俺たちの意地を織田に見せつけるぞ。織田の将を倒して、私たちのやり方が正しいことを示そう。王国丸を落とすぞ。みんな、進め。来たな、織田を迎え撃て。京国丸が攻められているようだ。急いで助けねえと。よく食い止めねばというのに。開門。京極丸はしばらく大丈夫だ。さあ次だ。我らも一層気合を見せねばな。どれ、浅井を火炙りにしてやるか。手始めにあの砦からだ。家計だと。おだめ、汚い真似を。はいと。よし、次はあの砦だ。
敵が賭けをもくろんでいるだと。果たして耐えられるかどうか。これ以上痛手を被るわけにはいかねえ。必ず砦を守り抜け。邪魔するつもりか。お前も砦ごと燃え死ぬのが見合いだぜ。よし、砦を守り抜けたな。織田の策。オンサ、俺たち浅井には通用しねえ。この勢いに乗じて奴らを倒すぞ。西は火の手が強い。敵本陣へは迂回して向かわねえとな。遅くなりました。これより我らも加勢いたします。よくぞ無事にたどり着きましたね。会議でした。私も出撃します。本陣は任せましたよ。全ては天界一心のため、浅井も朝倉も残らずこの地で切り伏せる。開門。どうやら味方が苦しんでいるようだ。助け立ちしないとな。織田にだいぶ踏み込まれちゃいるが、仲間を守りつつ絶対に勝利をつかんでやる。今は引くしかないか。だがまだ終わりはしない。味方の窮地を救えたようだな。唯一ひどいとか。だが長政よ、シャニムにひた走るのみでは織田は倒せんぞ。松永久秀参戦いたします。粘り腰の朝倉を残らず消し去りましょう。本陣の守備は清綱に任せたぞ。長政殿、私も共に戦い抜きましょう。全ては安寧のために。よしかい長政。オンサ、未だ抗うか。ならば俺たちはそれを叩き潰すまでよ。姫は俺の命に変えても守り抜く。それが俺がここにいる意味だから。兄様の強引のやり方は誰も幸せにしない。それを必ず証明しないと。俺たちは義理を踏みにじるような奴らに絶対に屈しはしねえ。皆無事のようで何よりです。朝倉のご詰めを救えたみたいだな。よし、このまま敵本陣へ突っ走るぞ。来よ。本陣を狙うか。つくづく諦めの悪い。敵が火の手を避け本陣へ進むならば、この道で待てば必ずや迎え撃てよう。待て。ほらかかってこい。やりな。オンサ、この又田が全員まとめて倒してやろう。確かに俺の考えは信長に比べりゃだいぶ甘くて踏みがちかもしれない。俺は己が正義を信じ抜くと決めたんだ。絶対に屈さねえぞ信長。こう敵が多くてはとても攻め進めぬ。やはりここを通るか。貴様らはここでうがち抜かん。覚悟。悪いな俊家、どいてもらおうか。権禄殿が相手か。一層気張らねえとな。ああ、ぜひそうしてくれ。
じゃないと俺がさっさと倒しちまうぞ。槍の股座は伊達じゃなかったな。だが、こたびは俺の勝ちだ。勝家殿、獅子奮迅のお働き、さすがですね。見ていたのかもしれん。浅井も朝倉も往生際が悪いんだよ。俺がまとめて倒してやる。待て美月、発動で動け。ったく突っ走りやがって。味方が苦戦しているようです。急ぎ助けねばなりませんね。俺の出番か。味方を救えて何よりです。来たな。お前は俺がぶっ倒す。カズジ、あっちは頼んだぞ。本陣を落とす。俺に続け。オンサの襲撃に備えよう。分かった。開門。敵将、しとったぞ。力を及ばすか。軍人周りの奴らしっかり倒しておかないとな。進歩は絶対誰にも止められねえ。さあ敵本陣へ急ぐぞ。信長殿、俺はまだやれる。今度こそ敵を切り伏せてみせよう。来い長政、俺が直接打ち倒してやる。長政殿と姫の信念は強く、何よ温かい。俺もその思いに乳働きで応えねばな。よし、これで本陣の攻撃に専念できそうだ。これぞ鬼の名を取る無双の武ってな。俺の出番か。あんたのやり方じゃ誰も幸せになれねえ。俺は勝ってそれを証明してみせる。長政、お前は甘すぎる。それ式の覚悟で俺を倒せると思うな。信長、絶対に俺は俺のやり方であんたを超える。どうだ、これが俺の浅井のやり方だ。認めねえとは言わせねえぞ信長。負けだ。俺に土をつけるほどの強き信念、せいぜい誇ることだ仲間さ。
織田と再び同盟を結びたいだと。我らを処断せず解き放つと思えばどういうつもりだ。決まってる。それが互いのためだからだ。乱世を終わらせ太平の世を作るという望みは同じはず。なら手を取り合うのが一番手っ取り早いだろう。だが良いのか。俺のやり方が気に食わんから敵に回ったのだろう。ああ、だからこれからは俺のやりたいようにやる。あんたにも文句は言わせないぜ。ずいぶんとしたたかになったものだな、長政よ。その面構え、昔のお前とは見違えるようだ。敗軍の将は兵を語らずか。良いだろう、長政。お前のやり方、貫いてみるがよい。ただ、ひとたびでも信念を揺らがせてみろ。その時は、お前の寝首、この信長がかき切ろう。心配ご無用だ。共に歩める仲間がいる限り、俺はもう絶対に揺らがねえ。織田勢による西国攻略の最前線となる神月城では、尼子勢がお家再興をかけて毛利との戦いに臨んでいた。しかし毛利の大軍に対し尼子勢の手勢はわずか。毛利の進出を警戒する信長は即座に援軍を派遣する。先行して出陣した秀吉と鹿之助に光秀も合流すると、窮地の尼子勢を救援すべく神月城へと急いだ。神月城決戦。待たせたな、秀吉殿、鹿之助。状況はどうだ。来たな、光秀。神月城はだいぶ攻められちまってる。こりゃあんまり悠長には戦ってられねえだろうな。そうか。ならば速攻戦を仕掛けるが上策だろうか。鹿之助はどう。ああ、そうだな。俺も光秀と同じ意見だ。任せてくれよ。俺誰よりも頑張るからさ。鹿之助。よし、そうと決まれば善は急げだ。行こう、二人とも。よし、おいらたちも行くぞ。鹿之助の息に負けてられねえな。ああ、鹿之助、何やら様子がおかしいようだが。よし、俺の出番だな。一丁手柄を立ててくるか。急いで光月城へと向かうぞ。なさい、勝久様。まずは奴らの砦を制し前線を押し上げる。援軍進め。光秀と力を合わせて
勝久様を助ける。足引っ張らないようにしないとな。黙れろ。どうやった。どれ。ヒデはすごく強くなったのに、俺はまだこのままで本当にアマゴを救えるのか。見事さらに精進せよ。黙れろ。そこだ。今は引くしかない。だがこれで終わりと思うなよ。主、こたびの戦、分かった。主はどのように見ていますか。ゴブゴブだな。毛利の策略は侮れねえ。ただオイラたちにも勝ち目は十分にある。織田のオイラたちの力を存分に毛利に見せつけようぜ。カズージ、とっておきをプラスくらえ。どりゃ、何か企んでるのか。今気にしても仕方ないが、先へ進もう。この気を逃すな。一気に攻める。開門。任せろ。この勢いのまま毛利を攻め崩して光月城へと向かおう。俺から逃げられると思ったか。耐えきれん。引かせてもらう。やるではないか鹿之助。その息で進め。さっちこそ。そうだ、自分を信じるしかない。行け忍び、我が子を闇に沈めてしまえ。何やつ。うわあ、誰か。来たぞ者ども、撃て。おいらめられたか。この状況どう切り抜ける。何？ミツヒデが攻められて。邪魔。これを企んでいたのか。味方が頑張ってるみてえだな。よし、おいらも張り切らねえと。黙れろ。それは敵将、やってやったぞ。フルはなんだか。勝利のためにミツヒデの力は欠かせない。今すぐ助けに行かないと。鉄砲隊を倒して光秀を助けよう。開門。これより一層フルートしよう。ここは一度引く。異兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。兵が控えていては進軍がままならない。進路を変え、南西砦から光月城へと向かう。確か光月城には裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。くそ、急げ。早くあのことを伝えなきゃならねえってのに。見て、されてるみたいだ。見過ごすわけに。分かった。いや、行かない。助けに行こう。どりゃ。道下様がいねえ。まさか裏切ったんじゃ。任せろ。やってられねえな。俺たちも引くか。
どうだ、どれ。一久が裏切るなど到底信じられぬ。勝利の策なのだろうか。後期よ、いざ攻め入ろう。どうだ、どれ。が城内に援軍はまだ到着せぬのか。勝手に勝手。オーラは確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに砦に連れてかれるのをな。道久様が卑怯な手を。開門。道久の拉致が嗅ぎつけられたか。鼻の利くやつらめ。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。見くびるな。たとえ私が散ろうとも、阿波子の執念決してついえはしない。おじい様の命により開門いたします。開門。おじい様はすべてお見通しなのです。これより先には行かせませんよ。閉門。どこか。来てを城へと進ませないと。その命は俺たちの残りの将で引き受けよう。兄上、みんな、私は無事です。ご心配をおかけしました。道下様、裏切ったわけじゃなかったのか。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。道下が無事でよかった。これより一層ブルーとしようか。信じて突き進むぞ。鹿之助の言っていた裏道はこれか。皆この場を任せた。俺は城へと向かう。我ら再び水産。今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。おいてめえ、その首ここに置いていけ。兄上、私の力お貸ししますよ。ガッテン昇級。父上の元へは行かせないさ。崖上に弓兵が。これでは進めぬ。まずい。敵の増援を元なりと合流させるな。よっしゃ、なんとか合流は防げたようだ。おいら出番だ。こんにゃろめ。天下無双か。嬉しいもんだな。上場の戦果、あなたなら当然か。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。そんな、でも光月城まであと少しなんか。信長様の命でも俺はまだ戻れない。光月城はもう待ちか。迅速にことをなせば播磨への参陣が間に合うと。なら鹿之助の思いを尊重したい。援軍、速やかに毛利を討滅せよ。おいらの出番だ。弱っちいのは俺の方かよ。つまんねえ。私では至らないというのか。勝久、ただいま参りました。
鹿之助、俺は着いたぞ。お前も早く向かってこい。開門。攻撃はやんだか。では進軍する。してくれ。頼む光秀、力を貸してくれ。俺たち二人でこの戦を終わらせよう。ああ、月下の誓い、今こそ叶える時だ。互いに磨いたこの力で毛利を倒そう。貴様らは目障りなんだ。毛利の繁栄のためこの地で散れい。奴らの結束、読み切れなんだか。貴様の勝ちだ、鹿よ。その執念、覚悟、恐ろしきものとは。討ち死に。光秀、俺ついに毛利を倒せたんだな。ああ、紛れもなく鹿之助の奮戦によるものだ。よかったな。そんな、俺光秀みたいに強くないし、今回だってみんなの力がなけりゃどうなってたか。何を言う、支えられていたのは俺の方だ。お前の明るさと信念の強さに俺は勇気づけられてきた。だからありがとう、鹿之助。お前がいたから、お前と誓ったから、俺はまっすぐ歩んでこられた。そっか、そうだったのか。ああ、やっぱりかなわないな、光秀には。よし、こうしちゃいられない。光秀、俺はまだまだ走り続けるよ。毛利を倒してからが本当の尼子最高というわけか。ならば俺もお前に負けないよう刃を尖ねばな。俺も負けないぞ。まだまだ頑張ろうな、相棒。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに、信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば、徳川信康が密かに武田家に通じ、信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。やむを得ず信康討伐のため出陣しようとする家康。しかしそこへ服部半蔵が待ったをかける。
信康騒動。信康が武田に通じて謀反を企てているだと？そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。大変だ。信康が武田の軍勢を引き込んで兵を挙げたようだぞ。武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。若、お待ちあれ。半蔵？なんだ、申してみよう。あの信康殿が若や瀬名様を裏切るなどありえぬ話。これは何者かの悪しき計り事であることは明白でござろう。いささか心当たりも。急ぎ探ってまいりますゆえ、わしが戻るまで若は時を稼いでいてくださらぬか。心得た。我らの動きは桃地殿に見張られている。半蔵が戻るまで何とか粘ってみよう。この乱世、私に何ができるのか。俺を使いこなせよ、武智よ。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。よし、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば。先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。敵将、本田平八がのしてやったぜ。耐えきれん、聞かせてもらう。なかなかやるじゃない。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。セナ、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。信康に私が決して動けぬのだ。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。私が。岡部殿が出てきたか。他の者を止めよ。武田を勢いつかせてはならぬ。織田殿は裏切りを許さねえよ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうか。始末か。信康を討てということだろうが、
そのようなことできるわけがない。武田にばかり戦わせて信康は高みの失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね。きつくお仕置きしないと。まだ戻らないのかしら。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。勝頼が動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。兵を受けたまった。相手にしては信康の動きが鈍いな。もうよい。信康方の砦を抑えてしまえ。先に武田勢に奪われた砦を取り戻さねば勝頼のもとへはいけぬな。ここは私が止めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。開門。急げ。かつての武田であれば下手な小細工はせず堂々三河に攻め入ってきたものであったが、信康から誘ってきたのだ。小細工ではない。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。おう、任せろ。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。だとすれば一大事。申し開きに行かねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てるじゃ。それ当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと。桃地に何を言われるかわからないわね。武田に通じ、兄上に刃を向けんとしたこと許すわけにはいかぬ。信康、覚悟せよ。無念。あれ、切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康殿、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら僕の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいなら、あんたを撃つ。これでどうだ。瀬野、死ぬ全ての罪を一人で。いや、これも時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、瀬名。この家康が成敗してくれる。若、瀬名様、服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田にナイツを誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、すべては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ。観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。生きた。いや、このような卑劣な真似を断じて許さぬぞ。
勝利条件変更。くもの俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。おセナは先ほどの戦いで怪我を。セナを守り抜かれば、ま、しばらく俺の手下どもと遊んでな。どこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして許さないんだから。とてもセナは止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。できた。私とてモノノフなのだ。聞かせていただこう。忍びか。こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。どちらが誠の桃地か分からぬが、とにかく追わねば。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが見えた。もしや両人とも偽物か。見えてるぜ客将。本田平八がのしてやったぜ。耐えきれず引かせてもらう。よく見とけよ。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。ここは私が。私は何が。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。にあったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしようて。まんまと引っかかりやがった。受けたまわった。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。お持ち逃がすもんですか。なんだ。俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。やっかいなのに出してきやがって。桃地、私に何の恨みがあってこのような。俺は織田の天下取りを邪魔してるだけだ。武士のような邪魔がピラなんだぞ。兄上を陥れるつもりならば、ますます許してはおけない。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ、事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。こたびの真相については兄上に知らせておいた。これで桃地は
織田の討伐を受けることになろう。よっしゃ、これにて一件落着だな。武田の侵攻を受けながら見事に乱を鎮めたことで、家中の者たちは皆若を褒めたたえております。何、それほどでも。そうよ、今回のお手柄は悪事を暴いた半蔵と、とっさの起点で桃地の目を欺いた私でしょ。ああ、確かにそうだ。半蔵、それに瀬名、感謝している。でも、家康もテキパキ決断して立派だったわ。特別に褒めてあげる。辛口の瀬名に褒めてもらえるとは。その言葉を励みに、ますます精進せねばな。